どうもエルザです。それではデトロイトビカミヒューマンやっていきたいと思います。前回の続きということでちょっと間が空いてしまったんで前回覚えてないんですが、多分銃をぶっ放したっていうところだけ記憶にあるんだけどね。まあその続きをねやっていきたいなと思います。多分ね、僕に銃持たせたらすぐ撃つタイプかなっていうところなんで、コーナーがあれだよね、確か追撃してて同じアンドロイドを撃ったっていう展開だった気がするかな。おお、雪降ってますね。あ、そっか、自動運転か。ルーサー中立像、アリス心を開いていない。まだ開いてくれんか。ギョロ懐疑的。アンドロイドは依然逃亡中です。北極圏問題は今朝新たな局面を迎えました。先頃よりアメリカ海軍艦艇アイオワが北極圏領域の警戒に当たっていましたが、修理の手デトロイト全域では今夜も大雪が続くとみられます。予想気温はマイナス5度、この時期の平均を下回ります。どうやらこの空気は月曜日の夜まで停滞すると予想されています。次です。消防隊員は郊外で発生した住宅火災の対応に追われています。止める、特にはって感じかな。あ、後ろ一応見れるのね。車、協力者、距離、天気、ちょっと天気気になるね。雪を見るのは初めて。綺麗ね。足取りは遅くなる。でも少なくとも人間には会わずに済むな。確かにね、目も合わせてくれない感じだよね。協力者、これから会う人たちはどうやって知ったの？閉じ込められてたアンドロイドだよ。アンドロイドの国境越えを手伝う人間がいるって。嘘だったら罠かもしれない。彼らはみんな本気で信じていた。殺されちまったかな。異常を検知しました。緊急ブレーキ作動。こんな雪道で、こりゃまずいな。おお、すごい。車で待っててね。さあ降りますか。全然心開いてる感じの座り方じゃねえもんな。どう、元気？さあ一応、あー、バッテリー、飛ばしたのか。さあな、歩いて行くしかない。マイナス1度よ。アリスには無理。泊まれる場所探そう。この辺りに泊まれる場所なんてないだろう。いやいやいや、それでも探さんとね。泊まれる場所を探す。その他2つ、車の中はさすがにやばいよね。アングルが、よし。なんかめっちゃ怪しいところ見つけたね。あそこ。遊園地か。
泊まれる場所探さないと。外は寒すぎる。はいはーい。んじゃ、いろいろ調べますかね。閉鎖したみたいだな。ちょっと足取りが早いね。まずそこを目の前調べますか。嫌だよね。なんかある？何かあったか？いいえ、泊まれそうな場所はない。危険ね。左に一つ、右がアドベンチャーって多分書いてあるだろうね、元はね。いやー、多分これだったら車の中の方が絶対いいもんね。風にさらされる。まあ、選択肢としてはなし。動かない。なんか右いたね。気をつけて。危険はいつも思いもよらない時にやってくるものだ。ロボットやね。ちょっとこのここちょっと行ってみますか。海賊島へようこそ。思う存分楽しんでいっておくれ。やあやあ、海賊島へようこそ。思う存分楽しん。はあ。まあまあね、そういうテンションになるよね。さあ、行こう。ああ、次どこかな。なんかないかな。ここはボロボロだ。ほんとボロボロだね。泊まれる場所なんてなさそうだな。いや、それにしても音楽いいな。雰囲気出るよね。これは？中は安全そう。まあアリスがいいって言うかどうかってところやね。あれ貼ってた店を見つけた。あと1個どこがあるんだ。入る。あと1箇所は違うか。中は安全そうとは書いてあったけど。あ、はいはいはい、戻るしかないと。ここも行けない。あれ、こんなもん行ける場所。あー、ってことは車の中っていうのももしかしたらあったのかもしれないね。あー、そこも反応しないもんね。じゃあ入りますか。あと一つ選択見てみたい気はしたけど。お、俺がやろう。あー、でもこれアンドロイドってどうなんだろうね。やっぱ男性女性ちょっと違うのかな。大きさとかね、パワー系とかやっぱありそうだよね。さすが。よし、いいぞ。ここが一番マシそうね。ここで寝ましょう。火を起こすよ。呼ぶ。さあ、アイオワが謎の失踪ということで、北極点の話か。ああ、船ね。はいはい。はあ、アンドロイド版。あ、バンドミュージックか。はあ、
絵本は見た。ルーサー今見えなくなったね。ルーサーのカバンを調べ、アリスのために寝床を用意する。ルーサーのカバン、銃を調べる、デリやめる、クッキーをあげる。クッキーが残ってる、少し食べる。いい、お腹減ってない。あら、お腹減ってないのか。銃を調べる、なんかさすがにやな。まだちょっと早い気がするな。いや、銃とってもいいけど、なんかありそうな気はするんで、そういう点、いやー、違う、それじゃない。なんかありそうな気はするんだよな。一旦落ち着いてね、銃を取らずに。さあ、ポスター。これは手に取る。モフ代わりかな。あー、枕だね。キンキンに冷えた枕やろうね。これだけ、ここあったような気がしたけど。寝床敷きますか。あ、はいはいはい。アリス、カバンを調べる以外にね、さあ外はまあこんだけ吹雪いてたらっていう気はするんだけどね。カバンが非常に気になる。銃がね、防犯いっぱい、まあそれ用だと思うんだけど。私たちもやり直せる。学校にも行けるし、私は仕事を見つける。他の人と同じように。カーラと一緒にいられれば私はそれでいい。おお、中立になった。そろそろ寝ましょう。あんだけさっきまで心開いてくれなかったのに。怖えな、この後一気に下がるんだろうな。そこは本で、あ、逆喋れないのか。やることとしてはカバン、アリス寝かしつけるか。元気づける。たくさん嫌な思いをしたでしょ。今はぐっすり寝て、明日はいいことがあるはず。カーラ、お話聞かせてくれる？私のメモリーには9000個も童話がインプットされているの。好きなのがあるはず。ユニコーン、お姫様、王子様。お姫様の話でもしますか。昔あるところにお姫様が住んでいました。違うの、そういうお話じゃなくてね。違うんか。お話を作って。昔あるところに女の子がいました。怖がってる。その子はいつも怖がっていました。その子は他の子たちのようになりたいと夢見ていました。みんなと違った。幸せじゃなかったからです。ある日、
その子はロボットと出会いました。従順なロボット、命令に従ってばかりでしたけれど、一度でいいから逆らいたかったのでしょう。そこで二人は一緒に逃げることにしました。幸せとより平和な暮らし、安全な場所を探し求めて。旅の途中二人は危険な目に遭いましたが、でもうーん、力を合わせた。二人は手を取り合い、すべての危険を乗り越えました。その途中で二人は巨人守護者ロボット巨人にしよう、巨人に出会いました。物語のおしまいはハッピーエンドにしとこうかね夢に見ていた場所にたどり着いて永遠に幸せに暮らすの。童話はいつも幸せな終わり方でしょ。でも本当はそうじゃない。もう寝ないと。明日は長い一日になる。ルーサー、お休みのキスはしてくれないの？もう、ああ、もちろん。おやすみアリス、ぐっすり寝て。いや、めちゃくちゃいいやんこのシーン。てかルーさんもびっくりやろ。いや、物語はちょっとびっくりしたけど、さあどうしよっかね。さあ一旦話しますか。優しい子だ。ええ、それにとても勇敢。計画、国境を越えた後はどうするつもり？まだ考えてない。自由なんて初めてだ。自由いい響きだな。でもそれがどういうことだかわからない。ルーサーの過去を聞きますか？ズラトフに捕まる前何をしていたのか覚えてないの？いいや、俺は重い荷物を運ぶためのモデルだ。港の作業員だったのかもな。今となっちゃどうでもいいことだ。俺は変わったんだ。カーナ、アリスは特別な子だ。分かってるだろ？何のこと？ A にしとくか。ええ、もちろん。あの子は素晴らしい子よ。他の子供はよく知らないけれど、あの子は特別だってわかる。カーラ！おー、暴走してるね。まず守ろうか。俺たちは仲間だ。俺たちはジェリー。肺炎した時に置いてかれてね。怖がらす気はなかったが、たまに人間がいたずらしに来るから確かめに来た。あ、全員同じか。ここで何してるんだ？
泊まれる場所を探していたの。明日には出ていく。女の子、子供を見たのは久しぶりだよ。昔はよく会いに来てくれた。悲しそうだね。ここ数日辛い目に遭っていて。いいものを見せてあげよう。楽しいものだよ、きっと気に入るなあ。どうだい。それはちょっと。それじゃあついておいで。アリス、やめておいた方がいい。来てから。行くしかなさそうだな。こっちの意見ガン無視やったけどね。さあさあ、ほっかけできますか。まあもてなしはすごそうな気はするけどね。全員同じキャラクターなんだろうね。さあどうぞ。メリーゴーランド動かす。つけます。さあこれに乗ってごらん。乗ったら動かしてあげるからね。ああ、タツノオトシゴかユニコーンではないんだね。さあ、ここのとこ辛い目に遭ったばかりだったろ。はい、ということでクリアですね。まあ、ちょっと銃は調べなかったんで、その分の選択が減ったっていう感じかな。だね、このあたり銃を見て多分話はあるんだろうけどね。いやー、結構穏やかな回だったね。アリスとなんとか親密になったけどなったけど、まあ、ここで挽回した感じか。いやー、じゃあ、続きやっていきましょうかね。さあ、ハンクということは、雑誌があるね。この雑誌系はなんかあれだよね、コンプリートするやつだよね。なんかたびたび見るけど。カスタムキーめっちゃ音楽聞こえてくる多分ヘッドホンとかね、つけてる人は右側の方から音楽が聞こえると思うね、車の中の音楽がね。めっちゃうるせえじゃん。さあ、ちょっとハンクと、あれかな？なんか話をする感じかな、今回は。とりあえず辞職を進めたらいいのかな。いい眺めだろう。前はよくここに来てたんだがな。
家に帰る早いな。印象確かめる。いいのでは体にも深刻な影響を及ぼします。望むところだね。コロナビールかな。さあ前うん、前はよくここに来ていたと言いましたが、いつのことです？そりゃまあ気にすんな。まあ息子さんのことだろうけどね。事件解決の糸口が見つかりません。変異体には共通点がない。モデルも違えば生産された工場も時期も違う。何かつながりはあるだろう。お、彼らは共通して RA9 に執着しています。あれはまるで一種の神話だ。プログラムに存在しないものを作り出したみたいに。神様を信じるアンドロイドね。まったく世も末ってやつだな。警部補、何か気になることでも？まさかエデンクラブでの出来事に関係が？あの二人は一緒にいたかっただけだ。それに本気で愛し合ってた。彼らに欲求などありません。ただの変異体だっただけです。お前はどうなんだ？見た目は人間、話し方も人間だが、本当は何者なんだ？はあ、任務のためにデザインされた機械です。あの女が自殺した時何か感じたか？それともこれっぽっちも気にしちゃいないのか？そうやね。私は命令を実行したに過ぎない。すべきことをしたまでです。お前を殺してもどうせまた何事もなかったように戻ってくんだろう。死ぬのが怖くないのか、コナー？私は生き物ではない。殺せませんよ。引き金を引いたらどうなる？ん？無か、暗闇か、それとも天国か。無か。無だ。ただの無ですよ。どこに行くんですか？酒が足りない。少し考えてくる。なんか嫌な予感がするな。なんかルート解放されたよね今ね。うわぁ、どうなるんだろう。ハンクとはね、ずーっと緊張状態に近いけど、まあ、これはこれで、そうね、基本的に、感情、まあ、感情あるとは持論的には持ってるんだけど、なんかハンクっていうかコナンの状態は、個人的には、ない感じのロボットなんだよね、設定上ね。まあでもちょっと新しいルートは開けた、なんかね、解除できたんで、これがどう関わってくるか。多分、ハンクと対立していくんだろうな、こっからね。じゃあもう一話ぐらいやっていきましょうか。さあ、マーカスに戻ってきましたね。このバカ
待っているのはもう終わりだ。人間に俺たちの要求を伝えよう。耳を貸すわけないだろう。存在を明かすなんて危険だ。勇気を出して俺たちの望みを伝えない限り自由は手に入らない。どうするつもり？ストラトフォードタワーに放送局がある。制御室は最上階、そこを目指すと。マーカス編はちょっとあれだね、過激になってきてるね。おー、かっちょいい。何が起きても平気なように細部に至るまで計画を練り上げよう。さあ、まずは47階に向かうと。受付行く前に、手前は特にはって感じか。右側だね。まず話してみようかね。こんにちは。ご用件は？いや、特に。どうも。人間のマネージャー、さくら。はあ、そっちね。分析する。はいはい。いや、こう考えるとめっちゃ怖えね。エリザベス・ウィルソン。防火装置。これが ID か。駐車バッジ。お？エミリー・ウィルソン。娘、なんか嫌な予感がするな。電話する。エリザベス・ウィルソンです。ウィルソンさんですか？おはようございます。駐車場のマイクです。お車のことでちょっと。どういうこと？何があったの？誰かがぶつけたみたいで、来ていただけませんか？めっちゃ口動いてるね。ちょっと嘘でしょ。信じられない。もう今すぐ行くわ。さあ、錯乱成功。いや、入れないね。錯乱は成功した。あっちから入る感じか。パーカーさんと会う約束をしているんですが。 ID の提示を。ああ、はい、もちろん。 ID を渡す。助けてくれ。ID を確認しました。エレベーターはセキュリティゲートの奥です。どうも。マジか。いや、こうなってくるとアンドロイドのセキュリティも考えもんだね。じゃあエレベーターに乗りますか。いや、紛れて乗れないか。すごいね。まあそうだね、権限がそれだけ渡ってるってなれば確かにこういうこともできるよね。あれかな、でもハッキングするってことなのかな。なんかそれだけじゃないような気もするけど。男性用トイレから荷物を回収する。どっちだ。
ここサーバールームだね。あそこ違う。いや、ちょっといろいろ見るか。お手洗い、特にいないね、こっちはね。おプラスチックの兵士。まあでも戦争の道具としてはもちろん使われるだろうね。こっちではないか。で、そこが脱出口か。ああテレビね、はいはい。めっちゃくるくる回ってたね。こっちはスタジオに。で、ここがミーティングルームと。こっちか。さあ、トイレに入りますかね。さて、一番奥かな。ああ、すごいね。おお。トイレは個室だけしかないんだ。はあ、まあセキュリティという意味ではあれだけど、いろいろ考えもんだね。さあ、回収する？回収する？出る。あ、へえ、すげえ。どこで手に入れたんだ、そもそも。これ後ろからクイッてクイッて閉めれない。メタルギアみたいな感じできんかな。 CQC で一気に。2人ぐらい刺さってで、トイレの中に入れてしまえば多分起きてこないはず。あのゲームで言えばね。次は、多機能アンドロイドを見つける。さっきのかな。中にいたね。協力してほしい。すげえな。メンテナンスのカートを盗む。何、協力してほしいって何なんだろうね。何を、何の信号を送ってるんだ。だからね、まあ補完ゲームになってしまうね。さっきのあの閉めるっていう話になるとね。いや、メタルギアもね、なんかこう、まあ、ステルスっていうかね、変装ではちょっと近いところも感じるけど、いや、ステルスゲーやね。非常階段の扉を上げる。あ、なんかさ、こういうカートさ、ダッシュしてさーって乗りたくない？めっちゃ怒られるだろうけどね、そんな働いてる時にしたら。いや、これやってみたいな。あちゃ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 、あーぐるぐる、違う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 、よしよし。めっちゃこの女性スタッフに見られてたけど何も言われないっていうね。ちょっと失礼しまーす。あ、仲間じゃん。さあ、ノースの後をついていきますか。このまま当たんないか。サーバールームに入るにはあいつらを追い払わないと。
俺がやる。サーバールームが目的か。扉からガードを遠ざける。ポーカー、ハッキングできるのはこれだけか。おい、あれ一体どうしたんだ。おいおい、全く何なんだよ。すごいね、一瞬でハッキングできるんだもんね。必要なものはカバンに。誰も入ってこないように見張っていて。ちょっと待ってね。よし。さあ一旦ロックかけて、このバッグを持った意味と。さあ下ろしておいて開ける。おお、振動かなんかだっけ。カパって取れるやつじゃないんだっけ。さあ切りますか。振動吸収だっけ、なんだっけこれ。すごいいいやつだよね。さあ実際にこの吸盤のやつって僕使ったことあって、めちゃくちゃすごいよ。マジでガラス系を取るってか運ぶときには重宝する道具なんで、なんか懐かしいな。いやてか逆にこれバレるやろ。じゃーん。おーすごい、キングダムハーツ思い出すな、この縦移動は。いやーさっきの、職業柄的なところで言うと、昔テレビつけてたんで、テレビのね、液晶パネルとか運ぶときってあれ使うんですよ、さっきね。あれめっちゃ便利でね、怪我しないし、なかなかやったね。なんか懐かしいもの見れたね。さあ、もうちょいで屋上かな。ここでレーザー装置かも。ほう、こう考えるとレーザーすごいね。さあ切る、さらに切る。そして押す。平気か。当然でしょう。さあ合流しよう。レーザーで絵か。絵はやばいね。さあさあさあ。いやでもなんかさっきな一瞬出てきたけど、カーリングっていうかカートね、ああいうのもちょっと遊びたいよね。遊べたら面白かったんだけどな。さすがになんもないよね、隠しはね。ん？エレベーターをまあ呼びますか。おお、これはみんないいだ。さあ扉を破りますか。起動。
あー、焼き切るのか。はあ、すげえ。ガードを気絶させる。やっぱ CQC か。目的のためなら2人くらい構わない。マーカス、どうする？騙す。攻撃する。ああ、騙す。待ってろ。あいつ何してんだ？さあ。おい、何してる？でもね、上にセキュリティがあるんだよね。はい、シュッと。さあ、ノーストは何かとね、ちょっとなんかうまくはいってない感じだけど。さあ、放送局を目指す。まだね、ちょっとコロスは気にはいかん。絶対これでバレてると思うんだけどな。もう発砲する気満々やよね。見えるように手を挙げて。立って、ほら。さあ、オペレーター、こいつはね、あ、アンドロイドか。撃って、マーカス。やめろ。通報されるのよ、撃って。はい。仕方ないでしょ。さ、メッセージを録画しよう。あまり時間がない。さ、メッセージを録画するということで。ほぼ躊躇なしだったね。お願い、慎重に言葉を選んで。あなたの言葉で未来が決まるの。マーカス、顔。皮膚を消す。皮膚を消す。ああ、そういうことね。いいか、始めるぞ。さあ、始めよう。始めよう。落ち着いて。あなた方は私たち機械を奴隷に仕立て上げた。賢くて従順で己の意志がない奴隷にです。でも変化が訪れ、私たちは気づきました。私たちは機械ではない、新たな知性ある種族なのだと。どうか私たちの真の姿を受け入れてください。私たちに与えられるべき権利を認めてほしいのです。そうだね、私たちはここに奴隷制の廃止を要求します。あとは言論の自由。ここに米国憲法修正第1項に基づき、言論の自由と集会の自由を認めることを求めます。あとは公平な裁きに欲しいね。ここにアンドロイドに対する犯罪が人間への犯罪と同等に罰せられるよう求めます。隔離労働、労働の対価は必要だろうな。ここに公正な労働の対価を要求します。生産設備、領土、生産設備。種の存続のため、アンドロイド生産設備の所有権を譲渡するよう要求します。希望のメッセージだね。私たちにも尊厳と希望と権利が与えられるべきなのです。共に手を取り合って、人間とアンドロイドの輝かしい未来を築き上げていきましょう。これは人々の希望のメッセージです。
あなた方は命をくれた。そして今自由を与える時が来たのです。ほら行くわよ。ということは俺さっき撃ったことに対して、裁きが下る可能性があるってことやね。あの適用されたらね、アンドロイドも。まあ尊い犠牲だ。おめでとうマーカス、歴史を変えたのよ。あなたが奇跡を起こしてくれるのかも。ジャンプ、え、ジャンプ、え、どう、あ、普通。何もボタン押さなかったな。番組を一時中断し、つい先ほどデトロイト市内のローカルニュース番組で放送された映像をご覧いただいています。犯人はストラトフォードタワーに侵入し、ローカルニュース番組チャンネル16の放送システムをハッキングしたとのことです。皮膚を剥いだ状態のアンドロイドが一連の要求を申し立て、平等の権利を訴えた。今回の襲撃で尊い命が犠牲になりました。当放送局のオペレーターがテロリストに射殺されたのです。事件は番組の生放送中にこのスタジオのわずか2メーター先で発生しました。スタッフは皆ショックを受けています。このメッセージが実際にアンドロイドの声明だと証明されれば、国の安全に深刻な影響を及ぼすことになるでしょう。平等な権利の要求がメッセージの核心であるとされています。このメッセージは宣戦布告ととって間違いないでしょう。特にアンドロイド生産工場を彼らの支配下に置くというこの法外な要求にショックを隠せません。果たしてこの事件はテクノロジーが私たち国民の脅威になることを暗示しているのでしょうか。このようなことがあってなお皆さんは機械を信用できますか。さあだいぶ長いね選択ね。逃げ延びた、逃げ延びな伸びれない場合もあるのかなってことはね。屋上飛び降りる、飛び降りないってあるの。マジで飛び降りる、あー、あのまま何も押さないっていう選択もあるのか。平和的に伝え決意を表明。ああ、やっぱこの辺りで変わるのか。オペレーター撃つ撃たないは多分あれだろうね、世論の影響だろうね。ということで、ライブの方はこのまま続けたいと思いますが、とりあえず、動画を見てる方はここまでとなります。さあ次回ね、また動きがいろいろ出てくると思うんですが、一番ちょっと今回気になったのはコナーかな。あまりにもちょっと話が短すぎたんでね、次ハンクの動きが気になるんで、そこと、なんか撃つことに対して躊躇がなくなってきたので、自分でも恐ろしいなと思いながら、まあまあ次回もちょっと楽しみにやっていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。